皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。先天性の骨系統疾患を持つ人気 YouTuber、リオナちゃん、ナナ、のインスタグラムが20日までに更新。いわれのない誹謗、誹謗、中傷に対し、注意喚起を行った。写真、リオナちゃんの母が綴った思い。母がストーリーズを更新。なんか今日、リオナが自分の出たニュースエブリーを見たいというので、W。 リオナちゃんで検索したらこういうチャンネルが出てきて親子でびっくり他にもいろんな方のニュースに同じ文言をつけていて実際は批判殺到はしてないんですが多分と書き出しリオナちゃんの写真に批判殺到の文字が踊る動画のサムネイル写真を住まい公開した続けて最近本当にネットニュースになるのが申し訳ないような些細な内容も取り上げていただくことが増えたのでそれを転載して こういうサムネをつけたって感じかなとした上で、これ自体に何か言うつもりは全然ないんですが、娘にとっては自分のことがニュースになったり、こういう画像をつけた動画が出ることなどは、まだまだ社会について知らない部分なので、いろんな疑問が湧くようで今日はそんな話もたくさんしましたと記述した。 続けて、どれくらい伝わったかわからないですが、最終的にはメンタルを強く元を練って、話とエゴさは絶対にしないという約束をして終わりましたと報告。さらに、コメントとかもすべて私がチェックしたものしか読ませていないのですが、必要なフィルターはかけつつも、社会のことを少しずつ知っていくきっかけも、こういう活動してたら時々ありますねとつづった。 リオナちゃんは22年に受けた背骨の手術の影響で下半身に麻痺が残り、現在はリハビリに励んでいる。そんな中、7月22日の投稿で家族は、リオナちゃんについて、実は先週の金曜日に2年前の手術で入れた金属が2本とも折れてしまっていることが分かりましたと報告。相関して手術を受けるということは、軌道に狭作 のあるリリオナにとってすすごく大きなリスクです手術の内容ももちろんですが、また命の心配をしないといけないことに、私たちも今は胸を痛めていますとつづっていた。8日に手術を受けてから5日が経過し、手術は無事に終わって、これまでのリオナでは考えられないくらいスムーズに術後の生活を過ごしていますと、笑顔でベッドに横になったリオナちゃんの写真を公開した。 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。